カール・ボルフ、カール・フリードリヒ・オット・ボルフ、カール・フリードリヒ・オット・ボルフ、1900年5月13日から1984年7月17日は、ナチス・ドイツ新衛隊、SS の将軍。新衛隊の10ある本部の一つ新衛隊全国、指導者個人幕僚部の長官。新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの最大の副官として知られる。最終階級は、 新衛隊大将及び武装新衛隊大将。ドイツ帝国両方ヘッセン大公国のダルムシタットの生まれ。父は地方裁判所の裁判官だった。ローマカトリック教会付属のギムナジウムで学ぶ。アビツーアに合格した後、1917年4月に16歳でヘッセン大公国軍に入隊した。少年士官学校で研修を受け、1917年9月には、 第一次世界大戦の西部戦線で戦った。ここで二級鉄十字章を受章している。1918年には17歳で、ヘッセン大公、この位連隊の勝利となる。九戦協定の後、ヘッセンの不評連隊に配属された。ヘッセンの義勇軍、フライコールにも参加している。この際に戦争での戦功が改めて認められて一級鉄十字章の、序勲を受けた。しかし、 ベルサイユ条約で人数を大幅に制限されたバイマル共和国軍に残れず1920年5月に軍を離れた。その後、フランクフルトのベスマンファミリー銀行に入社。1922年にフリーダフォン・ロームヘルトと結婚した。1923年に妻と共にミュンヘンへ引っ越しドイツ銀行に勤めるようになった。 1924年6月に激しいインフレが起こった際に失業した。その後は広告会社に勤め、1925年7月からは自身で広告会社を起こして独立開業した。世界大恐慌の最中の1931年10月7日に国家社会主義ドイツ労働者党、ナチス党に入党、党員番号69万5131、 さらに親衛隊にも入隊した隊員番号14.235。ミュンヘンで広告の仕事を続けながらミュンヘンの親衛隊部隊の活動に参加した。1932年2月には親衛隊将尉に昇進。1933年のナチ党の権力掌握の後は党務に専念するようになった。同年、親衛隊隊員に昇進し短期間だが、 ナチ党幹部フランツホニエップの副官となり、ドイツ国防軍との間の連絡将校の役割を果たした。まもなく新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの目に留まり、1933年6月からヒムラーの副官部署である新衛隊全国指導者個人幕僚部の長官だった。1937年には新衛隊中将となっている。 1939年8月からは、ヒトラー付親衛隊連絡将校の役割を果たした。やがてボルフは、ヒムラー、ラインハルトハイドリヒに次ぐ、親衛隊、第三の権力とみなされるようになっていった。ボルフの親衛隊全国指導者個人爆料部には、親衛隊のすべての書類のコピーが集められていた。その中には、戦時中に、 ラインハルト作戦を執行したオディロ・グロボニックの事務所からのものもあった。ボルフは後にホロコーストなど、ナチ体制の残虐行為について知らなかったと述べているが、知らなかったとは考えにくい。1942年5月のハイドリヒ、暗殺事件の頃からヒムラーとボルフの仲が悪くなった。同年にヒムラーはボルフを新衛隊大将に昇進させる一方で、イタリアへ派遣させて、 遠ざけるようになった。ただし、英体全国指導者個人幕僚部長官の地位は、廃線まで保持している。ボルフは1943年2月から、イタリア地域の新英隊及び警察高級指導者に任命され、イタリアで任務に当たることとなった。さらに1943年7月から新英隊及び警察最高級指導者に昇格する。 1943年9月のイタリア降伏後には、イタリア北部のベニート・ムッソリーニの、イタリア社会共和国で勤務。この頃に妻と離婚している。なおローマカトリック教会参加のイタリア氏、エイナイアによると、アドルフ・ヒトラーは、ローマ法王ピウス12世のラチオ・ボルフに命じたが、ボルフはこれを拒否したという。1945年に連合軍が、北部イタリアへ進軍してくるとボルフは、 イタリア防衛の実質的な最高司令官となり、ドイツ軍とイタリア軍の総力を挙げて、これを迎え撃とうとしたが、やがて、ドイツ軍もイタリア軍もすべての戦力を消失した。1945年5月になって、ボルフもイタリアにおける、ドイツ軍の降伏を、連合軍との間で取り決めざるを得なくなった。この直後にボルフは、アメリカ軍により逮捕された。戦後、ボルフは、 ニュルンベルク裁判で証拠となる情報を連合国に提供したため、彼自身の起訴は見送られて釈放された。しかしその後、新英隊の指導者として西ドイツ政府から起訴され、1948年11月に懲役5年の判決を受けた。7ヶ月後、懲役4年に変更されるとともに釈放された。戦後の1949年から再び広告会社を始める。 またアメリカ合衆国の諜報機関 CIA に協力していたと言われる。しかし、1962年にイスラエルでアドルフアヒマン裁判があり、この法廷でボルフのイタリアのユダヤ人移送の組織化のこと取り上げられ、これを受けて同年に西ドイツ政府が30万人のユダヤ人をトレブリンカ強制収容所へ移送した容疑、イタリアのユダヤ人を アウシュビッツ強制収容所へ移送した容疑、イタリアのパルチザンをベラルーシで殺害した容疑などで再度ボルフを起訴した。西ドイツ裁判所はボルフに懲役15年の刑を宣告した。1969年になって健康状態を理由に釈放されている。1984年にローゼンハイムで死去。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。